皆さんこんにちは、 PJ ティーチングプロ竹内です。本日はミスショット別素振り法ということで、普段ですねコースに出るとこういうミスが出るという方はですね、この素振りに合わせて練習をしてみてください。今回の動画ではドライバーのボールが上がらない方に向けての素振り法を、ちょっとお伝えしていくんですけども、次回の動画ではフック、スライス、そしてトップダフリですね、このミスショット別の素振り法もご紹介していきますので楽しみにしていてください。それではですね、まずドライバーのティーショットでボールが上がらない方に向けての素振り法、やっていただきたい素振り法について説明をしていきます。まずボールが上がらない原因3つあります。まず大きく分けると3つあるんですけども、ボールが上がらない方というのはバックスイングを上げて上体の力が強く左側にこうスウェーをしてしまう動き、こうなってしまうとフェース面の向きがかぶってしまってボールが上がらないということが言えます。2つ目の原因は上体がやはりリードしてしまう、腰がしっかりとリードできていないということが2つ目の原因です。もうこれ1つ目と2つ目はほとんど似ているんですけども、上体が強いから左側に流れる、これも腰が回れば左には流れにくくなってきます。なのでですね、ここはちょっとセットで頭の中に入れておいてください。3つ目はスイングの軌道です。このスイングの軌道、例えばインパクトの時に手を返してしまったりとか、ダウンブローに打ちすぎてしまうとボールは上がりにくくなってきます。要はフェース面の向き、構えたロフト角通りで打っていくっていうのが正しい形なんですけども、ドライバーに関しては少しですね、こうボールがあるこう円を描いているこのクラブのヘッド軌道に対してボールがあるポジションというのは、円をの描いた最低点、最下点に対して上がり花に当たってくるのが正しいスイング軌道、要はアッパーブローになっているとボールは上がりやすくなってきます。ただですね、極端なアッパーブローっていうのは必要ないんですけども、ボールが上がらないっていう方はですね、ちょっとそのイメージでアッパーブロー気味に打っていくとボールが上がりやすくなってきますので、今回そのアッパーブローのスイングを作っていきたいと思います。それでは素振り法説明をしていきます。はい、今回ちょっと用意していただくのはこのぐらいの台ですね、足を踏む台を用意してください。こういうふうにですね、踏んでおいて構えてスイングを作っていきます。これはですね、どういう意味合いがあるかというと、左足の流れを抑える、また左側の突っ込みというのも抑えられる、そして少し左側が上がっていることでアッパーブローに振りやすくなってくる。ただですね、このような形で左足を止めると腰の回転がしにくくなってきます。ただ左足を流して腰の回転をする、これはボールが上がってきませんので、ここのポジションで左足はしっかりとこの台に乗っている状態で腰を回せるように練習をしていきます。あまりだから高いこの台ではなくても大丈夫です。少し段差があるぐらいの形で、5センチぐらいの段差があれば OK です。はい、今回使用していくのはこの短いクラブを使用していくんですけども、あくまでもドライバーを持っているという感覚で素振りをしていきます。なのでこう構えている時に、このソールをしてこういうふうに構えるともう短いクラブのアドレスになってしまいますので、ドライバーがあるポジションにイメージを作って、こうこのぐらいの長さなのでここにボールがあるなというイメージを持って構えていきます。今回は自宅でできる素振り法ということなので、ちょっとドライバーを使用していません。短いクラブでドライバーのラインに対して構えていきます。この状態から若干左足が上がっているので右肩が少し下がっていると思いますが、このような形で構えられるようにドライバー意識をしてください。そのままこの状態で素振りをしていく。はい、このようにすることで左への突っ込みや左への流れというのがなくなってきます。またこのイメージにすることでアッパーブローにですね、少しアッパーブロー気味に振りやすくなりますので、このイメージを持って練習をしてみてください。ボールが上がらない方に向けての素振り法のご紹介でした。ぜひ皆さん自宅で練習をしてみてください。以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。
これからも皆さんの役に立てるような動画レッスンを公開していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また初心者はもちろん上級者の方も必見の無料で学べる動画とテキストによるレッスンを公開しております。こちらもぜひ手に入れてみてください。